本当不思議だね、うん、トイレ、バス停、自動販売機は本物っぽいし、新人の生徒が書いてあるし、さあ、あの屋根見て、熊丼って書いてあるっけね、うん、何熊丼って、普通に牛丼の熊バージョン、およそ3キロ先、見てこれ、厨房が丸見え、美人アナ木村優子さんご試食大好評熊丼、誰だろう、なんだろうこのトンネル、これさ、美人アナ木村優子さんご試食大好評熊丼って書いてあるんだけどさ、木村優子さんって誰かな栃木県の人かなもう地元の有名人みたいな、